皆さんこんばんは、将来店舗員の朝ピンです。週刊ウィング TV のお時間となりました。11月の回答プロは日本プロ麻雀連盟高宮真理プロです。今週の問題はこちらです。はここで、ジャンサク TV に出演されたプロの方々の回答を見るのですが、今回は違う方々に回答していただいております。10月に聖ジャン気配という学生のペア戦が行われました。北は北海道から南は九州まで全国から学生が集まり、大阪で大会を行いました。今回はその大会へ参加した、学生の皆さんと、静岡県の麻雀組合の組合長もされております、日本プロ麻雀連盟、望月正次プロの回答をいただいております。では皆さんの回答を見てみましょう。岡山理科大学の、板倉健太です。僕だったらもうウーピンをバスって切っていきます。理由としてはですね、ここで9000点差っていう状況なので、積もった時に、まあ、要は親なので、まあ、9000点差をひっくり返せるような打点が欲しいかなと思ったので、そうですね、ワンズだとまあイーペーコーがあと1枚引ければできる可能性ありますし、まあ、ソーズでつながればまあ3面チャンになったり、まあ、ピンフの形にもなりやすいかなと思ったので、そうした時に、積もった時に、2600ホールなのでちょうど9000点差っていうのをひっくり返せるかなと思ったので、ウーピンを切ります。関西学院大学三田キャンパス、競技麻雀球会じゃんけん元代表ですね、現部員の三島渡です。私はこの問題、これ見せた方がいいでしょうか。私はこの問題9ピンを切ります。なぜかと言いますと、まずトップと9000点差 の2着目で私が親ということで、まずこので9ピンを切っておくとかなり単ヤオで動きやすい形になって、またドラも切らずにも手が作れる、3色も見えますねという形であることと、何よりも40目ということでまだまだこの手伸ばしていくことができる形なので、ここであえて頭固定のウーピン等を切る必要はなく、これは9ピンを切るべきであると考えます。関西国際大学の稲垣健太です。僕は単ヤオピン付けが結構狙いやすいんで、9ピン切ってって感じで行こうかなって思います。以上です。牛大学石川優也です。今このハイパイだと、ローワンを切ります。理由は、まあ、一番、受けが広くなる、今親番なので連チャンを狙いたいので、一番受けが広くなるローワンを切って、まあ、上がりに向かっていこうと思います。はい、東北学院大学、長澤ケビンです。ここから僕はウーピン切ります。理由は、単純に広いからです。東洋大学の星野です。この手牌は僕ならウーピンを切ります。まあ、親番で連チャンしたいのでです。高知工科大学の勝田明弘と言います。僕はこの手牌ですとローマンを切ります。理由としましては、ソーズが
伸びたら三面ちゃんのリーチが打てますし、先にスッチー層が入ればその単品ドライチのリーチが打てるので、それとあまあ、スッチー層のスッチーピンの、地点でタンヤオのそのテンパイも取れるのでローマンがいいかなと思いました。日本プロ麻雀連盟31期生井上直之です。僕はここで9ピンを切ります。パーピンのドラを重ねた時にローピン切りでいい形のいいシャンテンに取れることや、6チッパーの形が逃さずに、構えられることが9ピン切りのいいところだと思います。はい、日本プロ麻雀連盟の望月正嗣です。難度2局のトンチャで現在2万8300点の2着というところで、こんな手ローピン積もっていいシャンテンになったんですけどどうしようかっていうところなんですが、僕の答えはだ9ピンいいシャンテンとかどうでもいいですね。はい、いいシャンテンにしたいんですけど、なんかイーシャンテンに取ってしまうと2000点の闇点か3級のリーチ、せっかくこれだけの手をもらったのになんかそこで手牌に蓋をしてしまうのはもったいないような気がするんで、ここはちょっと大きく構えたいですね。親番ということもあってテンパイを急ぎたい人もいっぱいいると思うんですけど、僕は親番だから大きく構えたいと思ってます。親番は加点チャンスだと思ってますんで、ここは9ピン切りましょう。いいかなこれで。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは1周目の問題ですが、難2局トンチャ4巡目2万8300点持ちと、まあ、トップとは9000点差という状況ですが、親番で9000点差、まあまあまあこの勝負手は上がれれば十分という感じですね。そしてすごい手、まあ、ドラがパーピンでツモローピンと、まあよくある何切る問題の複合形っていうやつですが、まあ、形だけで考えると完全にローワンですよね。こういう形はまあ、ウーピン切るよりはローワン切った方が相当広い形なんですが、まあ、タンヤオをつけたいってなると9ピン、ただし、これドラがパーピンっていうことはドラ表示牌がチーピンでして、まあ、これスッチーピンが残ると非常に弱いというのがちょっとありますね。どうしましょうね。まあ、9ピン切ってスッチーピン固定ってしちゃうと結構、まあ、スッチーピンを引けるかどうかっていうのが苦しい手にはなっちゃうので、まあ、そういうことも考えても僕はちょっと9ピンは切りたくないですね。まあ、想像に手をかけるっていう手順はないと思うんで、ローワンかウーピンか9ピンかぐらいだと思いますが、選択肢は、まあ、ただそうですね、ローワン切りウーピン切り、ウーピンを切るとその後ドラを持ってきての最高形とかジャンとローピンからパーピンスライドさせる最高形がなかったり、まあ、形的にもちょっと損したりとかあるので僕はローワンですかね。別にリーチピンフドライチタンヤオのいい判は絶対に、まあ、つけに行くとしなくてもいいかなと思います。加害率を最大優先ですね。はい、はい、まあ、高宮さんの回答予想ということなんですが、僕ちょっと高宮さんの麻雀をあんまり見たことがなくてイメージが全然わからないんで非常に申し訳ないんですが、どうでしょうね。まあ結構高い手、綺麗な手を狙うというイメージはあります。まあ特にあと面前ですね、そういうイメージはありますが、まあこれは4巡目で打点って見ると9ピンですかね。はい、タンヤを付けに行くと思います。高
高宮プロの回答を見てみましょう。はい、高宮プロの回答は、9ピンということで、まあ、あの面単ピン土台地と、単ヤオのいい班を乗せたいという回答でしたね。はい、まあ受け入れ最大はノーワンで、単ヤオのいい班つけるのは9ピンっていう感じなんですけども、まあ、どちらもパーピン引きには対応できますね。はい、まあそうですね、ちょっとスッチーピンが僕は不安なのでスッチーピン固定をあまりしたくないなという意味も込めて9ピン切りはちょっと選ばなかったんですけども、うん、まあ打点を取るか受け入れを取るかと、受け入れ最終形ですね、それをどちらを取るかという問題だと思います。本日の放送は、以上で終了となります。では皆さん本日はこの辺りで失礼します。さようなら。仕事を忘れてリラックス、名古屋駅西口徒歩3分、麻雀ウイング。